疲れ様です。お疲れ様です。今日は、はい、ステーキのベラスさんってとこに、ボタンダのお店ですね。そうそうそう、駅から5分 の、 わざわざダイレクトメッセージもらって、はい、ぜひ使ってくださいって言われたから来たんですけど。そうですね、ちょっとどんなもんか、はい、なんか他のステーキ屋には負けないんでとか言ってたから、うん、ちょっと楽しみですね。俺は辛口だからね、結構正直に、正直に、うん、行きましょう。はい、オッケー。ちょっとね、今店内入って注文したんですけど、はい、これがキングステーキ。キング俺はね、はい、俺キングステーキ、そうそうそう、はい、マネージャーがこのジャックステーキランプ、赤身だね。まああとちょっと一品で頼んだんだけど、はい、結構ね、はい、そうなの、サインとかもすげえあって。そうですよね、有名人の。これじゃあそれも、そうそうそう、食べましょう。なんかやっぱ有名なんだろうね、うん、言うだけあって。そうですね、うん、であとこの陰謀論の、陰謀アートが、うん、トランプさんのちょっと、でもちょっとかっこよくない、なんかちょっとなんかね、そうそうそう、ね、あーちょうどね、はい、いい感じに腹減ってるから。本当ですね、今昼時でちょうどいいですね。結構人がすげえいたから、うん、びっくりしたけど。もうなんか、ね、めっちゃいましたよね。 D1 追加マッシュポテト。いやー、ちょっと車で、はい、あれだよこれ、新作 T シャツ。これハイクラスストリートサグナップル、うん、エクシビル、まあ最強ってことですね。そうそうそう、まあこれを、はい、まあ、多分販売すると思うから、はい、後々それはまた分かりました。はい、うわーやばいっすね、すごい、すごいですね。すごい。今来ましたけど。うん。あ、回ってる？はい。今ちょうどね、ほら来て、このキングステーキ。キング。ジャックステーキ。で、あとチョリソーとマッシュポテト。そう。これちょっと今から食うから。はい。軽く食レポ。はい。お願いします。ひろみさんのやつは、醤油とニンニクが、そうですね、醤油と、あとニンニクですね、おすすめらしいです。ここにいいの？あ、それマッシュポテトが、こっちに直接。あ、ぶっかけていいのか。はい、やばっと、ちょっとこれ、はい、お好みでニンニク、ね、おぉかな。はい、ちょっと行ってみるか。辛口でお願いします。いただきます。はい、おいいね、これバター、うん、いいですね、結構そうハーフだけど。あ、そう、これでハーフだもんね。これでハーフで高いですよね。まあ、別にあれでも食えないことはないけど、うん、別に無理することもないから苦しくなっちゃいますね。そうそう、取れてる？取れてます。熱そうだな。出たて、ちょっと出ないと。うん、待って、はい、どうしました？口に入れた瞬間うまい。マジっすか？うん、高評価なんてあのメロンパン以来じゃないですか。うん、あの口に入れる瞬間からうまいよ。もう美味しいですか？うん、ちょっと待って、もう一回食うわ。はい、これもちょっとやっぱバウンドさせて。こんなにね、うん、熱くない、食べれないほど強い、適温ですか？うん、あ、うまいわ。いいですか？マジマジ。いやでもこんなにいきなり高評価なの、うん、ご飯だと初めてかもしれないですけど。そうだね、うん、結構高得点いくかもよこれ。マジっすか？うん、じゃちょっと、はい、マネージャーも食べて。はい、ありがとうございます、うん、今ねこのお店のご厚意で叫ぶヒレってやつ、結構分厚いけどね。分厚いですけどね、絵よりね。これをだけで、うん、いけるっていう。やっぱテレビ、SNS 話題なんだよ、うん、ナイフがいらないってすごいですね。ちょっと、何
一食。これ、え、これだけでいけるの？2本だけでも普通にいけるっていう。ほんと？あ、ほんとだ。ほんとだ、すごい。これはすごいわ。やばいですね。これは、うわ、これ何で、何であれだろう。これは、ちょっと待ってください。あ、こちらこちらです。あ、こっちだよ。はい、はい、それは。マジか。すごいですね。ね、すごいお腹空く。こんなガツイ肉ポークだけで切れることあります？ね、初めてだな。あ、超熱そう、これは。マジで溶ける。本当ですか？うん。ちょっと後で食ってみ。はい。もう一口ちょっと。はい。ほら、この柔らかさ。なんか、なんでこんな柔らかいんですかね。だからこんだけごつくいっても。うん。うわ、これ熱いかな、さすがに。肉に合いますね、やっぱり。うん。熱いわ、あ、すごい、うん、めっちゃ若いですか？もうない。え、あ、いや、え、飲んでないですよ。飲んでない、溶ける。すごいですね。すごいよ。このソースも美味しいですよね、このソース。でも、俺のこのステーキ醤油と、はいはい、ニンニクもやばかったよ。やばかですか？これちょっとね、みんなおすすめ。ベラスさん、避ける気で、クイーンステーキ。すごいわ。うん、これちょっとね、来たら食べてください。はい、あ、 お子様もあるんで。あ、ちっちゃくカットしてくれるんですね。これうまいわ。ちょっと食べてもらって。そうだね。またちょっと後で頼んだら感想聞きますね。うん、うん、オッケー。はい、いやー、めっちゃ美味しかったですね。うまかった、食べ終わりました。あ、まあ、1個だけ残ってた。あ、ソーセージ完食。これはヒレ。そう、サケルヒレ。ヒレと、あとちょっと下げちゃったけど、さっきの。うん、キングと、そう、あとチョリソーと、うん、ライスと、あとマッシュポテト。マッシュポテトね。全部うまかったけど。全部美味しかったですね。うん、ちょっと、あれだね、改めて、うん、店長さんに。そうですね、ちょっとお話を後で、ね、伺えればいい、ね。なんでこんな柔らかいのか、ちょっと。そうだね。お話を。これね。酒の日で。うん、うまい。マジで。さっき、あの、ストーリーを撮ったじゃん。はいはい。すごいよね、力いないんだよ、あれ。フォークだけで。本当に避ける。いやー、ごかったです。私もちょっとヒレいただきましたけど、うん、めっちゃ柔らかかったです。ね。本当にナイフいらない。ちょっとね、今食べ終わったんですけど、はい、店長さんに改めて、はい、ちょっと、あの、お話。そう、お話をちょっと。はい。はい、ありがとうございます。そもそも自分のチャンネルを知ってたんですか？はい、あ、自分、はい、あ、そうです。あの、以前からあの知っておりまして。あ、本当ですか？はい、それで、もうやっと本物に会えた。なるほど、なるほど。もうオーラがすごくて近寄りがたいんですけど。いや、これがね、はい、俺らが食ったのが、はい、キングステーキと、はい、ジャックステーキ、はい、俺はこっち食ってないけど、はい、めちゃくちゃうまかったですね。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。はい、口に入れた瞬間からも、はい、動画で言ってますけど。結構普段、はい、結構俺、辛口なんで、はい、正直に言うんですけど、はい、これマジでうまかったですね。いやめっちゃ美味しかったですね。だから DM を、はい、最初にもらった、はい、最初にもらったのは違う人ですよね。そうです。違う人が DM もらったんですけど、はい、はい、なんかその辺の店のステーキとは、はい、なんか格が違うねみたいなこと言われたから、はい、いや、これだったら言ってるしょ、言ってるしないでしょって思って、はいはい、もう本当にその通り、はい、うん、ジャックもうまかったでしょ。めっちゃ美味しかったですね、ランプ肉。そうそう、あと一番気になったのはこれですよね。そうですね、こちらですね。うん、これですね、避けるヒレ、はい、ステーキなのにナイフいらないっていう。そうです、本当に、はい、避けたんですけど、はい、なんでこんなにすごいの？一応、まあ、もともと、まあ、日本人が食べやすいように、はい、肉を、まあ、独自の仕入れベルトがあって、はい、そこから仕入れて、
まあ、ある一手間を加えるんですけど、あ、まあ、寝かす、はい、寝かして、まあ、熟成させてるっていう感じで、うん、まあ、柔らかさだったりとかそういううまみだったりとかが、まあ、極限まで引き出されてる商品なんで、すごいって溶けましたかね。ありがとうございます。大草の水フォークで裂けるだけでもやばいけど、はい、口入れても、はい、そうそうそう、なんかはい、じゃないんじゃないですか。本当にすごかったですね。マジでうまかったんですよ、はい、これ皆さん、まさかずっと宣伝してるんですけど、はい、マジでおすすめなんで、はい、ありがとうございます。ベラスさん、はい、ボタンダのベラスさんの、はい、これの陰謀ロマート、はい、結構あれですよね、はい、社員もいっぱいありましたけど、有名人も、うん、そうですね、結構スポーツ選手だったりとか、あとは YouTuber さんだったりとか、うん、結構いろんなご縁があって、うん、ご来店されてる、ね、方が多いですね。壁一面に、あとでちょっともし可能であればさせていただいて、はい、ね、逆になんか もらいたいなと僕は思ってるんですけど、全然、はい、後で、はい、いいですか、ね、ぜひヒロムさんも後でサインさせてもらうと思って、うん、じゃあちょっと今日はね、はい、このステーキベラスさんで、はい、ちょっとめちゃくちゃ美味しい、おすすめなんで皆さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。サイン書いてます。あ、回してんの？はい、一応。サインも完璧覚えました。ありがとうございます。これがヒロキさんのサインですね。そうですね。初めて見たサイン。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい有名人のサインがいっぱいありますね。すごい、瀬戸大もいいんじゃん。この間ちょっとあの件で問題になった。あ、そうそうそう。エグザイル待つとかさ。おぉ、サイヤマングレードってある筋肉 YouTuber。 へぇー、滝のフォームあります。滝の好きなの？いや、昔好きだったけど今別に。今別に。へぇ、いや、じゃあまたちょっと。すげぇ、キリュウもいいんだ。キリュウさん、はい。なんでこんなすごいいっぱい来るんですかね。あ、ちょっと待って、はい、高谷さんもいる。あ、高谷さん、はい、KGB の、KGB の高谷さん、うん、おすごい、すごい。またあれですね、今度、うん、まあ、対談の時に使わせていただけるってことで、そうですね、また、はい、ありがとうございます。ご飯食べに、お待ちしてます。いいんじゃない、はい、じゃあ、まあ、今日こんな感じで。そうだね、いや、うまかった。美味しかったですね。ベラスさん、ベラスさん、五反田の駅からもうずっとまっすぐで着くんで、まっすぐだね、300m ぐらいですね。そうだね、だから皆さんぜひ、はい、まあ、今見た通りいっぱいいっぱいね、そうですね、著名人も来てるから、うん、そんぐらいの店ですよ。マジで美味しいですね。レベル高い、おすすめ、おすすめ。ステーキナンバーワンということで大丈夫ですか。そうだね、はい、一応ナンバー、まあ、暫定1位、暫定1位、うん、ありがとうございます。じゃあ今日はそんな感じで、はい、ありがとうございます。